さあ続いてのイケメンは、うん、石川祐希、柳田正弘。はい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 、バレーボール試合会場はこの女性でいっぱいなんですよ。男子バレーで試合後はもうアイドルのようですよね。出待ちをしてるファン、甘いマスクに爽やか笑顔、全日本男子バレーボールのイケメンエース石川祐希選手21歳。天使のような微笑みの塩顔イケメン、バレーボール界の王子様、柳田正弘選手25歳。今回お互いの魅力について聞いてきました。いやもう全部かっこいいな普通に顔かっこいいですし、その雰囲気とかクールなところがかっこいいなと思いますね。歌うまいね。うまくないです。多分ないですね。なこと言わなくていいかな。いいな、これがいいな。なんかバレーボール選手なんかこんな感じでいいよ。9月5日から開幕するグラチャンバレー、日本の活躍、そして2人のスーパープレーに期待しましょう。